転車で車道を走っていると車からクラクションを鳴らされるという人に絶対に知っておいてほしいこと。コメント欄で車道を走っているとクラクションを鳴らされる、暴言を吐かれる、幅寄せされるといった意見をいただきます。私はほとんどされたことがないのですが、この状況は車のドライバーのマナーが悪い、自転車が危険な運転をしているの2つが想像できます。マナーの悪いドライバーに当たってしまったらついてないと思うしかないですが、自転車側も車道の中央寄りを走っている、フラフラ運転している、スマホ運転や無灯化などがあるかもしれません。車道を走っていて車からのリアクションが多い人は運転を見直してみてください。参考にしてね。